カイル・シュワーバー。1割8分クリーン、471、89。単打36。本塁打36。二塁打16。三塁打1。ちなみに出塁率は、3割3分7厘ある、イチローの対義語。何番打ってる？基本1番や。ホームラン36本で O マイナス。気持ち悪すぎる成績だな。打率1割8分クリーンでいければ40は打てると言っておきましょう。アダムダンより気持ち悪い。1番打ってるし。まあこの成績のイチローなら見たくないわな。守備につくことで O がやばいことに。WBC でダルから打ったホームランは忘れることはない。なんか打ちそうな雰囲気あったもん。投げるごとにタイミングあって特大ファール続いて、最後はピンポン玉みたいに飛んでったよな。打ちそうな雰囲気ってか、ダルが打たれそうな雰囲気を感じてたわ。WBC を盛り上げるためにピンチを演出する男ダルビッシュ。守備が吉田も相手にならんやばさで草。野球なんてこういうのでいいんだよ。エボシの理想形。PS 以上に強い CA 選手や。戦略的には合ってんの？この打者を一番に置くの。いくらホームラン打てて四球選べても、打率低くて守備走塁悪かったら無意味やろ。棒はマイナス。出塁率高いなら一番でいいのでは？打率なんて気にしなくていいやろ。でも大谷が仮にこの数字だったらクソほど叩かれそう。現代野球を見つめたもの。なんか数年前のラオウみたいなことやってるな。超打率最強やん。1番、シュワバー、R50.7、WRC プラス113。吉田正尚、R50.7、WRC プラス114。タイプ全然違うのに似たもの同士。こういうのでいいんだよ、こういうので。打率が気持ち悪いけど、OPS が792あるから普通に良いんじゃないか。打点もあるし貢献はしてるだろう。2割4分くらいは欲しいけど、UZR などの守備の貢献度が超マイナスで O もマイナスや。R5 がマイナス 0.1 で草。これだけ打って貢献できてないのはすごい。旗から見てると面白そうな選手やけど、ひいきチームにいたらどう見たらいいのかわからんな。